さて今日はね、ここにもレンズが見えてますけど、あの野鳥写真の機材ですね。Z50 に買い替えて、まあ、レフ機から移ってきて、で実際どうやったんかっていう話をちょっと今日はしてみようかなと思うんですよね。でそれからまあこの古いカメラですけど D300 とかとも使ってみて比べたりしたんですよ。でそこで感じたことを今日話そうかなと思うんですよね。でまずね、絶対的に言えるのがオートフォーカスがあんまり来ないんですよ。これは今までの私のね、野鳥動画、Z の野鳥動画でも言ったと思うんですけど、やっぱりこのマニュアルフォーカスちょっと補正というかね、近くまで寄していったらんと弱しきらんことが結構あったんですよ。でそれが今回このテレコンをつけたことによって、それがさらに強調されて、遠くの明るいところのちょっと遠目のところで、大体のピント合わしに行ってるんやったら合うんですけど、例えばすごい近いところの鳥とかをパッと合わせた時にめっちゃボケますやんか。被写体が近すぎてパッとボケた時に、今までのオートフォーカス、レフ機のオートフォーカスやったらシュバッて合わしに行くぞ、シュバッて合わしに行くイメージやったんやけど、それがまずどっちかなーって動き出して、でそこからブーって行くんやけど、行った先でも細かいピント合わせを最後にガリ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 ってしだすんですよ。でそれがまあまあ大体そういう感じですね。暗いとこやったら余計にそれが強いですね。で明るいとこで かっちりとこうね、被写体が浮き上がってる場所やったらバシュッと行くんやけど、まあ、それもね、すごいぶどまりが悪くて、そのシュパッていくことが何割ぐらいかな、2割とかそんなんですね。そんなんやから、でまあじゃあこの Z50 でこれ使う時の利点はって言ったら、あのピントが合うてパチッと来た時の解像感はすごいんですよで私はね、その止まり物の鳥さんばっかり撮ってて、じっとしてるやつを狙うことが多いから、それでいいやんって言ってこういう風に変えていったんですよね。で大体イメージはついとったんですよ。でその時にアロハ7-2で使った時のマウンターオートアダプター緩和した時の挙動にやっぱりちょっと似てて、やっぱりそういう感じですね、ミラーレスの動きって。で特にこの FTZ やからこそやから余計にそうなってると思うんですけど、まあ、動き的にはそんな感じですね。それがそのアルファがどうかとか EOS がどうとかそんなのは分からへんけど、とりあえず私が使ってるこのセットで Z50 を使ってみるとそんな挙動でしたね。暗いとこに行くとよりこうピントが迷うみたいな感じだから、あらかたマニュアルフォーカスで迎えに行ってあげて最後だけピッて合わせてもらうっていうのをせなあかんから結構忙しいんですよ。だからすごい鍛えられますけどね。あ、この辺かこっちかこっちかとか言いながら、もうあのピリピリしながらこうねピント合わせをせなあかんから結構忙しいんですけど、でも止まり物になってるピターッと止まってる時をこそっと行ってシュッと狙ってピッタラと時のフォーカスの精度っていうのはものすごい高いんで、バッチバチに撮れるんですよでそれはやっぱりね、あのコントラスト AF のレフ機に比べると、その会った時の瞬間の精度っていうのは高いから、やっぱそこが魅力なんかなって感じもしますけどね。で他のレンズもね、こういう感じで AFP レンズとか、ちょっと新しめのレンズですよね。これ F マウントでもちょっと古いレンズなんで、これ新しめのレンズを使うとちょっとやっぱりねフォーカスは速くなるし、合わしに行くその迷いも少しマシなんですよね。でこっちの方がレンズ的には暗いんやけど、ちょっとマシやったりするんですよ。やっぱりレンズが新しくなってくるとちょっとマシなんかなと思ったりするし、で例えば Z マウントのレンズを使ってみてピント合わせてみると結構来るんですね。結構来るというかパッチリ来るんですよ。で迷いなく来るんやけど、それでもたまに、あの包み隠さず言うとたまに迷いよるんですよ。それはレフ機では考えられなかった迷い方をやっぱりするから、あそういうもんなんやろなと思ってね、まあ、そこはそういうもんとして私は使ってますけど、なんかね、それこそレフ機使ってきてそんなはずじゃなかったと思ってしまう人がおったらあかんから一応説明しますと、迷うことがありますね。で同じ条件でちょっとあの例題の、動画とか横につけてるかもしれませんけどね、レフ機で同じ条件でやってみると D3S と D300 で結構古いレフ機を使ってるんやけど、もうシュパッて合わせるんですよ。もうフォーカスに対して、あの被写体に対してシュパッて合わせに行って最後迷わないんですよね。でまあその先のピシャって行った時の精度がどうかって言われたら、そこがあれですね、精度がカリカリに来てんのが、あじゃなくて Z50 とか、まあそのミラーレスのカメラの方がきっちり来るんやろうけど、でもスピードで言えばやっぱりね、コントラスト AF のレフ機の方がやっぱり速いんですね。
で本当はハワイの早いのは増面位操作の方が早くて、最後きっちり合わせていくのはコントラスト AF にするからハイブリッドとかなんか言うんですよね。あんまり詳しいこと分かりませんけど、そういう感じでのレフ機のその AF の方が合わせに行くスピードは速いし、こうあんまり迷わへんね。迷ってもすぐそこに求めに行ってパパッと合わせに行くから、だからほんまにこうね、エナガとかもう動き速くてもう全然止まらへん鳥とかおるんですよ。パッパパッパ次次次動くやつを狙っていくときに、レフ機やったらパシュ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 パって合わせに行くんですよ。気持ちよく合わせる。これしかもこの十何年前のカメラですよ。 D300 なんかでね、12年ぐらい前のカメラだけど、それでもうシュパンシュパンシュパンって合わせに行くんですよ。で合うんやけど、もうほんまに Z50 使ってるともうこうやってもうフォーカスを忙しい忙しいフォーカスを出して、あー外して間に合わんかった、あーじゃあ次こっち、あーこっちそんな感じで慌てふためきながら撮ってますけどね。そういうまあ撮りによって使い方を変えるというと言い過ぎですけど、まあフォローするならばそんな感じですけどね。でこうなってくるとね、私がおすすめするじゃあカメラとレンズは何かっていうと、いろいろ考えた挙句に、出た答えが D500 と34って決まりですね。もう間違いなく決まりですね。あの価格帯があるからあるんやろうけど、この300使っても言いましたけど、あのフラグシップ機ってえげつないです。やっぱりすごいです。これだって12年前のカメラでもバチバチに合わしに行くからね。でまあそれこそあのね、画素数とか少ないし、実際拡大した写真っていうのはその Z50 には全然及ばへんけど、ただ撮ってる時の気持ちよさとピントの合うなんかそのスピードというか正確さっていうのはすごいですね。すぐ合わせるから気持ちいいんですよ撮ってて。でこれでそれやねんから、私500使ったことないけど、あもうこれ間違いなく500やなと思いましたね。で7500っていう選択もあるんやけど、その辺がちょっとね、私がその7200の時に感じてるあのシャッターショックの悪いイメージがあるからちょっとブレるんですよね。低速でブレるっていうイメージがあって、でやっぱりその D3S とかその300もそうですけど、なんかそのがっちり感がちょっとやっぱり7000シリーズとちょっと違うんですよね。でそこが多分500にも備わってて、でさらに確かマイルドなシャッターやったから多分ショック少ないと思うんですよ。で私の他の動画のコメントで、まあ500もショックありますよっていうこともいただいたんやけど、まあ、それでもこの300の仕上がり見てるともう間違いなく500やなと思って、500と本当は556やけど、そんな行かれへん人がほとんどやろうから、私ももう買えないし、40万のレンズがかなか買えないからやっぱ34かな。だから D500 で今の本体それでも安なって15万とか6万でほんまに新品とか売っとんですよね確かね。でそれにまあ PF レンズも14、5万ですかね、まあ、30万とかありますけど、それでも中古を探せば20万そこそこで買えたりするのかな、2つでってなってくると、やっぱおすすめするのはね D500 と34ですねまあ結局そうなりますね、進めるとしたら。で Z50 を進めるっていうのは、私みたいにそのね完全に止まってるものを綺麗に撮りたい、たまに持ち出してカバンからシュッと出したいとかって、なんかその手軽な感じ、私自転車乗るんで自転車乗りながら持っていけそうなセットとかって考えるとこうなったんですけど、そうじゃない人はね、あの野鳥を撮るのはレフ機でいいと思いますこれは間違いなくそう思います。でニコンやったらかもしれません。それがアルファ9とかもっとすごいミラーレスに行ったらそうなのかもしれませんけどね。で今回はその Z6272 がどこまでのフォーカスのスピードなんか、フォーカスの精度なんか分かりませんけど、でも前の竹川さんのライブ見るところだとフォーカスはそんなにって言ってたんかな、まあ、その辺ちょっと私も詳しく分からない、使ってないから分かりませんけど、あの野鳥とか止まりないとね、動き物の写真撮る人はやっぱりレフ機でいいと思いますよ。あとはミラーレスで使うとしてもちょっと大きい被写体、飛行機とか、大きい和紙とかわからないけどね、だから大きい被写体があってわーっとフォーカスで追いかけれるようなそういうスピードのやつは、こうミラーレスでねフォーカスポイントが多いやつでガーッと押さえに行ったらいいやろうけど、ほんまにこうねもう細かい鳥がバーッと動き回ってるのをパッ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 って撮るんやったら間違いなくレフ機がいいと思いますのでその辺はね、間違いなく伝えておきますのでね、まあ、そんな感じでしたね。だから私も、綺麗な写真が撮れるから Z50 で良かったなって思うけど、これがなかったらこれしまったなって感じでまた元に戻ってると思うんですよね。で満足する写真が撮れてるから良かったけど、でもこの使い比べてみた時のこの300の恐ろしさっていうのはね、これ12年前でこれかって感じがしたんで、やっぱりでも一つはフォーカスのポイントが少ないから、まあ、その辺で、ね、逃げしろがちょっと少ないからっていうのはありますけど、まあそれでも気持ちいいですね。やっぱりレフ機のあのシャッター
ッターの掴んだ時、だからイメージして押した時に取れてるっていうね、見んでも分かる感覚っていうのがあるんですよね。こういうのってすごいこうなんていうんですかね、レスポンスが高いから、自分のこう岩っていう感覚がそのまま こいつにね、反応するんですよ。反応してそれが写真になってパンと出てくるから、ああ今の撮れたよねって分かんないけど、ほんまにミラーレス Z50 使ってると勘で打ってるんですよ。なんか、あ、来た来た、あ、よかな、ザザザザザザみたいな。ザザザザザザザと、取れたかな。1枚、2枚、3枚、取れてる、取れてるっていう感じです。でもこれは、来た瞬間から、今っていう、パス、パス、パスって、今っていう瞬間が取れてるんで、もう、ここにパッと見た瞬間、あ、来てるって分かるもんですよね。そういうふうな、こう、一体感があるから、なんかすごい、やっぱり、扱ってますが、やっぱりそのレフ機の操作っていうのは、まだまだこれからもう続くんやなっていう感じがしましたね。まあ、こんな技術の進歩ってね、ほんまにあっという間やと思うんで、来年の今頃はね、こんなこと言うてないと思うんですけど、まあまだ今のところはレフ機がね、圧勝かなと思ってますので、まあ、これから野鳥写真を始めたいなと思う方は、まだまだレフ機強いですので、まだ今年も来年もなんかレフ機の新しいのを2個出すとかっていう話ですから、7800とかね、580とか、だから500の後継機が出るとか出ないとかっていう話もありますからね、わかりませんけど、まだまだこう熱いレフ機が、ね、出てくると思いますので、野鳥写真はまだまだ、動き物はまだまだレフ機の方が強いと思いますので、そんな風にね、選んでみてもらったらいいかなと思います。今のところで現行で7500とか安く買えるんかな。まあ、それよりも上ってなったら500がおすすめですので、一つね、選んでみてください。レンズは、34が絶対いいです。はい。まあそんな感じでね、今日はこの辺で終わりたいなと思います。